ケースタイルをご覧の皆さん、こんにちは、ケビンです。はい、今日はパワーオブKラボというイベントで僕が出演しましたが、いろんなトークもできたし、僕が今 DTV チャンネルでやっているケビンおじさまの番組についての話もやってたから本当に楽しかったです。はい、そしてファンの皆さんがたくさん今日来てくれて盛り上がったし、皆さんに一曲も歌いました。本当に楽しい1時間でした。はい、ケビンおじさまという番組は僕の初のレギュラー番組なんですが、日本の音楽界の おじさまになろうっていう企画で、いろんな日本のアーティストと出会ったり、いろんなところに行ってたくさんの、僕はあんまり普段にファンの皆さんに見せないところまで、そういう本当に楽しい番組ですから、ぜひ見てください。ケビン王子様。あ、一番印象に残っていることはやっぱりロケに行った時ですね。いつもスタジオで素敵なゲストさんを呼んでインタビューな感じをするんですけど、初めてで旅行みたいな感じで日光っていう場所に行って、僕が運転したり、なんか旅館みたいなところも行ったり、そういうすごい楽しい旅行みたいな番組がすごい印象的でした。やっぱり王子様って言われる時が鏡を見る時。はい、僕はいつも鏡を見ているから、そういう自分をたくさん見るっていうところが王子様に見えるなって聞きました。最近仲いいっていうか、僕の事務所の先輩いるんですけど、上地祐介先輩と一緒に番組を2回ぐらいやって、本当に優しい先輩だし、僕が好きな先輩だから、本当になんか嬉しかったです。だからこれからもライブとか行って、仕事じゃなくてもなんか普段にも会いたい先輩です。はい、僕が日本でコラボしたいアーティストはやっぱり一番仲いいのトリプル A の新次郎あたい君と一緒にコラボしたいです。本当に多分日本で一番仲いい友達です。はい、だからいつか一緒に2人でデュエットとかコラボできたら嬉しいです。どんな曲、今僕は日本でダンスシンガージャンルをやってるんですが、やっぱりダンスが多いんですから、いつかもっとセクシー系の音楽をしたいと思います。例えば僕が普段に聴いてるR&Bというジャンルも挑戦してみたいし、ケビン王子様の番組で一回演歌歌謡もやったこともあるんですよ。その番組の反応がすごい良かったから、ファンの皆さんがぜひ演歌も挑戦してみてっていう反応が多かったので、まあいつか歌謡にも挑戦しようかなと思ってます。いつか。以上ケビンでした。ありがとうございます。